どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日は毎月恒例のお知らせです。Gラボ×ガズレレのウクレレたち販売と予約が再開されます。2022年の10月25日お昼ちょうどから、いつものようにホームページ上で、公開されまして、商品があるものは即発送、ご予約いただいて注文して、いただけるものも多数ありますので、ちょっとね、いろいろご確認していただいて、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。はい、この日程で、ここのね、ホームページから、ご案内ができるようになっております。はい、で、いつものようにね、はい、わがままウクレレ、薄レレとか、はい、ガズモデル、はい、ブラックビューティーモデル、はい、このガズモデル、ブラックビューティーモデルについては、まあ、予約になってしまうんですけど、以前に比べたらかなり早いね、お届けになっていると思います。はい、このね、わがままウクレレに関してはね、もう物によって在庫があって、すぐ発送できるものもたくさんありますので、ぜひ、チェックしておいてください。初めてウクレレに関しては、ガズレレ G ラボでも発売してるんですけど、アマゾンでもね、ただいま大好評で発売していますので、そっちのチェックもね、していただけるといいと思います。そしてね、このガズのウクレレたちっていうね、このフレットの、いつも言ってることですけどね、フレットの数が選べたり、ピックアップがついてるついてないが選べたり、あとはですね、いろんなね、選べる要素がすごくあるんですね。なんで、ちょっと一回どんな感じで選べるのかなということを以前撮った動画ありますんで、この時間の、くらいからですね、かつて撮ったご案内動画を、貼り付けておきますんで、ぜひ見ておいてください。あとね、セミオーダーウクレレ。これはもう皆さん世界で一本のウクレレですが、これね、絶対ね、いいと思います。これもね、ご案内があります。あと、ヴィンテージモデルっていうのがあるんですよ。ガズレレヴィンテージモデル。これはまたとろけるようなサウンドになっております。はい。その辺のことも、この後ね、引っ付ける動画のところにご紹介出しとくので、いろんなラインナップ出てます。いろいろちょっと、見てもらってですね、ぜひぜひご検討くださいということで。はい、重ね重ね。はい、この時間ですよ。10月25日のお昼ちょうどからガズレレ公式ホームページで販売と予約再開というお知らせでございました。はい。じゃあ、この後ね、どうやってウクレレ選んだらいいかとか、どんな風なこれ、音がするのかみたいな動画貼り付けておきますね。ぜひ見ていただきたいんですけど、その前にちょっとこのイベントで今度出ることになってます、ガズレレが。で、このイベントにはね、Gラボのね、ポップアップショップ出店するんですよ。なので、この Gラボのウクレレ試し弾きしたいなとか、触ってみたいなという方、この5日6日、新宿御苑に来ていただけると、皆さん、もう存分試し弾きしていただけるようになってますね。もちろん気に入ればご購入可能です。そしてこのね、5日6日のね、このグリーンチャレンジでビッグイベントで、これ国が関わっているような大きいイベントなんですけど、ガズのね、ステージの時間あります。11月5日の13時20分からということになってますね。もしね、来られる方、日本中から集まってください。そういうわけで今日は G ラボウクレレの、最新情報のお知らせとなりました。皆さんよろしくお願いします。それでは、どんな風に選んだらいいか、いろんなラインナップ確認、この後貼っときますんでご覧ください。さようなら。ラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちら、ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの、初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、まずは、ガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ。はい。これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これ、ソプラノサイズとコンサートサイズと、あと、テナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ。同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの、厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくても、めちゃくちゃでっかい音がする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレット
レットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになってこんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そしていつも最近ガズが使っている、もうめちゃくちゃいいウクレレ、これガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ、この木目ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんでもうおなじみだと思うんですけど、これはもうね超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのねガズモデルも選べるんだ、これボディの厚さとか盛りだくさん。これ見てすごいですよ、この木目といいですね。はい、ガズレレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。でちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです。これ、ちょっと紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これヴィンテージシリーズということで第1本目このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサートソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね結構見て12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ、凝ってますすごく。はい、でここのポジションマークも赤いドットだったり、はい、こだわりがすごいんですよ。このまず一番見てもらいたいのはこのトップのあの木なんですけど、これはですねもう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に最高の木材を使用しております。はい、でこの横のバインディングもこれ木材になってますね。でこれ見てください、このサウンドホールに丸く巻いてあるこれロゼッタというものなんですけど、今回ここもですね貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード、あとこのポジションマークもね同じ、貝が使われておったりとかですね、まあ、この辺がですねやっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてねヴィンテージシリーズということでこうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい、この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで本当ですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、弾いてみましょうか。この音ですよ。ガズレレ G ラボのウクレレに加わったメンバーがおります。かっこいいですよ皆さん、まず見てください。はい、ハードケース付きでございます。このケースがすごくいいんですよ。はい、ケースを開けますね。何が出てくるでしょうか。タラ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 、うわーすごいんですよ。いきます。はい、ドン。こちらのモデルが今回新しく発売になった、G ラボガズレレのですね、はい、オールブラックモデルというふうに命名しようと思ったんですけど、名前を付けました、ブラックビューティーということになっております。見てください、もうカメラが映ってるですよ、ほら、もうこれね、まあ、つまり漆黒のね、美しい真っ黒木なんですよ。でこのトップだけバインディングといって、この縁取りが入ってます。こんな風に。はい。ピックアップは、つけるつけない、お選びいただけます。で、ブリッジはいつもの形、ここ見て、この、これロゼッタって言うんですけど、ここがですね、アバロン貝というすごいゴージャスな貝が使用されており、ヘッドもちっちゃめのヘッドで、ヘッドにもこのバインディングというこういう縁取りが入っていますね。ここの G のマークもアバロン貝というので、あしらっておってですね、このペグはいつも言ってるように、ガズレレ G ラボのウクレレではもうスタンダードなストレートペグなんですけど、これギアが入ってるからね、すごいチューニングしやすいです。はい。このネックにもこの白いバインディングが入っていて、まさにブラックビューティー。ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。
ですね、ガズさんこの、黒いモデルすごくいいなと思ってて、ちょっとかなりね、もう半年1年ぐらい前からこのウクレレを、サンプルをですね、ベトナムにいるウクレレビルダーモジャ、川上くんとですね、もうすぐ何回もやり取りしてですね、このボディの厚さだとか、このバインディングのこの太さだとか、この音の仕様とか、このヘッドのムードのこの感じだとか、もうずっとやり取りを繰り返して、やっとこのタイミングで皆さんにこの、ウクレレをですね、お届けできる。もちろん、ソプラノサイズもございます。ほら、ちょっとちっちゃい。かわいいでしょ。これですよ、これ。はい。これが、今回ガズレレの、本当目玉、ニューカマーですね。ブラックビューティーモデル。皆さん覚えておいてください。ガズレレ G ラボの新しいウクレレのモデル名、ブラックビューティーですよ。はい。この、アバロンガイのポジションマークと、このネックの縁取り、これバインディングって言いますけどね。素晴らしいでしょ。本当選び抜かれたね、ベトナムのもうとっておきの木材使っております。ちょっと塗装が黒いから木材見えないんで、ちょっとね、みんな心配かもしれないですけれども、ものすごいセレクトされた最高の木材使ってますんで、まあ、もう本当にいい音で弾きやすいですよ。はい。ちょっとじゃあ、皆さん気になるお値段なんですけど、はい。こちらのソプラノモデルはですね、ピックアップ付きで、9万8000円ということになっています。ピックアップなしだとマイナス3000円。こっちのコンサートサイズはピックアップ付きで11万2800円ということなんで、ピックアップがないモデルご希望だったら11万円ぐらいでね、買える。かなりね、G ラボのウクレレの中ではこの塗装がね、このしっかりこう作り込んであって塗装が、しっかりしてある、ものなのに、かなりリーズナブルな、値段設定になっていると思います。はい。それとですね、あとセミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届く皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマップの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。